コンドルール、または、コンドリュールとは、多くの隕石に含まれている球状の粒子である。コンドリュールという名称は、古代ギリシャ語のチャンドロスに由来する。コンドライト中のコンドルール、メモリはミリメートルコンドリュールは、多くの隕石中に見られる。コンドリュールを含む隕石は、コンドライトと呼ばれる。コンドリュールの大きさや、含有量でコンドライトは分類される。 今度リュールは摂氏1500度から摂氏1900度に達する急な加熱の後急速に冷却されたことによってできたと考えられている。隕石の母天体である小惑星に成長する以前に宇宙空間で形成されたと考えられており、その熱源が何であったかについてはいろいろな説がある。太陽系の形成時の情報を多く有していると考えられることから、 コンドリュールについて様々な研究が行われている。下表の CI から CH は炭素質コンドライトに分類される。HLLL は普通コンドライトと呼ばれる。AL はエンスタタイトコンドライトと呼ばれる。大部分のコンドリュールはガラス状化、結晶になった超積質の鉱物に囲まれた計算塩の鉱物からなる。 ワイズバーグ et al. シストマティックスエヴァリエーションオブメテオライトクラセファケーション in メテオライズザーリーソーラーシステム2 19から52ユニーブアリゾナプレスありがとうございます